大家好，我是大叔 Pizza。 这个支线关卡凤凰的妻地，出场阵容有艾尔文、黑毛、鹰、二妹、莉亚娜和赖骑，这个是纯主角队，是斗抢输出的一关来的。咁鹰同二妹啦，你可以换入雷丁啦。咁莉亚娜同赖骑其实都可以换索菲亚嘅，即系回溯嗰个。咁真正唔可以代替咧，就只有黑毛。咁佢系超绝同埋加攻击指挥啦，同埋艾尔文系一个主力打手嚟嘅。咁喺讲我嘅打法之前啦，先讲翻个正常嘅打法。咁正常嘅打法啦，画面你见到多处有蓝色嗰啲泉水啦，系其实用嚟洗走凤凰身上面嘅火焰嘅。咁凤凰每次战斗啦，都会有机会为自己搭呢个火焰，咁每次咧都会全属性加 5%。咁搭满十层啦，佢就会用火重新回到 100% 嘅血嘅。咁另外佢个天赋啦，会有 20% 嘅机会啦再行动，亦都会为自己搭一层火焰嘅。所以呢个影片嘅打法咧，其实系要食少少运气嘅，就喺倒佢个机率搭十层之前咧，就将佢击破。咁其实又话食运气啫，咁但其实我入嚟挑战咗好耐，我挑战咗四次左右啦。咁啦，鹰同艾尔文嗰个招大學啦，尽量留翻喺凤凰攻击搭到好高嗰阵先用啦，将佢降攻。咁咧，艾尔文先可以撑得住凤凰嘅攻击嘅。咁如果你嘅输出唔系好够嘅话咧，咁可能会比较建议翻用呢个泉水洗走火焰嘅方法嚟打嘅。咁祝大家都顺利通关，拜拜。全力で行け！みんなの足手まといにはならないわ。はい、行くぞ。ご命令を。できてるわ。帝国感激だ。はいよ。そうだ。効いてきた。みんなの足手まといにならないわ。はい、悪を滅ぼして正義を示します。命令を。全力で行け。ご命令を。行くぞ。はい、行くぞ。ご命令を。今日思考、そして命令を。そうだ。できた。行くぞ。そこだ。みんな、ご命令を。そう、思考、そしてみんなの足手まといにはならないわ。
悪を滅ぼして戦はいよ悪を滅ぼして戦意を示します。